Cut. ウィス単純です。本日もドラゴンクエストタクトをやっていきたいと思います。この動画ではドラクエタクトを盛り上げたい、もっと楽しんでいきたいという気持ちで配信しております。ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンもできれば押してください。とても励みになります。コメントもいただけたらとても嬉しいです。それでは今日も元気にやっていきましょう。レッツゴータクト。おはようございます、こんばんは、タンチュンです。本日はドラゴンクエストタクトバトルロードスライムナイトロード8をやっていきたいと思います。はい、こちらバトルロードのスライムナイトロード、スライム系のスライムナイトロードですね。こちらをやっていきたいと思います。パーティー編成はこんな感じで並べておいてください。はい、ではパーティー紹介していきます。全キャラランク6レベルマックスまで上げております。はい、全員貫突ですね。あのランク5でも全然クリア、ミッションも取れると思うんですが、じゃあランク6にしたらどんな感じになるんだというのを見てもらえたらなと思います。ステータス比較なんかもしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、それではリーダーは関係ありませんが、まずスライム防具からランク B6 覚醒マックスレベル90はぐれの剣と盾をつけております。ランク5でもクリアできるんで、ここはもう気にしなくていいと思います。ステータスの数値だけ見といてもらえたらいいと思います。特技は風神切りプラス8を使っていきます。続いてスライムつむりちゃん、ランク D6 覚醒ごとつレベル80。あ、ここだけちょっとポイントですね。武器をペロペロキャンディーをつけて、もりもり森高千里にしております。スライムシールドもつけております。はい、 HP をね410ぐらい、410以上ぐらいに上げておいてもらえたら、マヒャドを食らっても死なない、ワンパンされない HP を用意しておいてください。はい、ヒャドはプラス6程度で大丈夫です。はい、続いてスライムナイト、ランク D6 ごとつレベル80。はい、武器は攻撃力が上がるもんだったら何でもいいです。はい、はぐれメタルの鎧もつけてます。まあ関係ないですね、あまり。先行好きもプラス5、氷結プラス7となっております。はい、4体目メタルライダー C ランク6覚醒ごとつレベル85マックス。はい、破壊の鉄球をつけておいてください。ちょっと火力必要ですね、ここは。特技はサミダレ切りのみ使います。サミダレ切りプラス7です。最終エンゼルスライムちゃん、まあそこまで何も関係はないかな。まあ HP を少し持っといた方がいいかなぐらいですかね。 HP と賢さを少し漏れたらいいんじゃないかなと思います。はい、デインプラス7、ベホイミプラス6となっております。はい、こんなメンバーでやっていきたいと思います。全ミッションクリア、よろしくお願いします。それではレッツゴー。はい、それではやっていきましょう。はい、3目。はい、初期配置はこんな感じで並べておいてください。はい、スライム防具はこの位置で待機します。はい、イオナズンをね同時に食らわないためですね。はい、デインをヘルバトラーに打っていきます。はい、66トロルの攻撃準備、そして2歩上がってメタルライダーはサミダレ切りで悪魔の騎士を落とします。はい、これ2パンできる火力まで上げておいてください。ステータスと火力を2パンまで上げてください。スライムナイトは一歩前で先行突きを行います。氷結切りの方が大弱点なんですけども、ヘルバトラーのイオナズンを食らうとかなりの大打撃と、ちょっと行動順が変わってしまうので、ここは先行突きしてください。あ、会心が出ちゃいましたね。会心は出なくても大丈夫です。はい、メタルライダーが4発ともダメージが入って、会心が出なかったバージョンです。はい、キャド打ちます。キャド139。はい、イオナズンを打たれますね。はい、ここ行って風神斬りで327、そして一歩下がってベホイミでメタルライダーを回復。はい、259、スライムナイトが攻撃される。そしてサミダレ斬りを悪魔の騎士に打ってしっかり落としていく。はい、そしてここは氷結斬りでしっかりダメージを入れていく。269。はい、ここでですね、一歩右に移動してシャドウを打ちます。なぜかというとアンクルホーンが、はい、ヒャダルコを打ってくれるんですね、こっちに。はい、ここでこの上に移動して風神斬り、
はい、そしてヘルバトラーはおそらくダメージをかなり食らうとマヒャドを打ってきます。はい、マヒャドにはさすがに耐えれないんですが、スライムツールには HP 盛りにしてあるので、だいたいマヒャドが410ぐらい食らいます。それ以上の HP にしてれば、スライムツールは落とされません。はい、ここでベホイミ、はい、攻撃準備、はい、メタルライダーは移動してサミダレ斬り、はい、氷結斬りで落としていきます。269、はい、この位置に並んでることによってヘルバトラーは、こちらにマヒャドを打ってくれます。はい、わざと打たせます。4ターン目、はい、ヘルバトラーマヒャド、はい、408は耐えていけるんですね。はい、封刃斬り、はい、ここはベホイミ、そしてサミダレ斬り、はい、閃光突きと、ここでヒャド、はい、マヒャドを打ってくれると。 でもうこれが5ターン目なので、はい、残り HP173 ですね。かなり強化すればデインも合わせれば4ターンで片付くかもしれません、まあ、そこまでね特技上げるの大変なんで、はい、もうここの5ターン目の始めで落とせます。はい、これで5ターンで、全員生存でクリアができました。ありがとうございます。はい、ランク B6 になるとここまで火力が上がりますね。少しでも参考になりましたらグッドボタンでもバッドボタンでもいいので押しておいてください。チャンネル登録まだの方よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、私がよく見る YouTuber さん、ドラクエタクトの YouTuber さんで花丼さんっていう方がおられるんですけれども、よくライブ行かしてもらうんですが、企画でモンスターの名前をポイントが溜まってれば10ポイントで1体、名前をつけれるみたいなされてるんですけども、私が花丼さんのモンスターにつけた名前を、2つ紹介します。そのモンスター1体目はこちら、ブルホークちゃん。変更後の名前はジョーカルビー980円。もう1体は暴れ牛鳥、名前はシモカルビー98円と命名させていただきました。で、もう一体ね、どうしても付けたかった名前があったんですけどね、誰かが先にもう付けてしまって、変更させてもらえなかった一体を最後紹介して終わりたいと思います。そのモンスターがこちら。どんなもんじゃ焼き。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。YouTube のコメントなんかもいただけたら嬉しいです。Twitter もやっておりますので、いいねやフォローよろしくお願いいたします。それでは。